はい、こんにちは。私の人生初、テンフレームをボーラードテンフレームの感想の生解説でやっていきたいと思います。これをボイスレコーダーで、お話をしていきます。それではよろしくお願いします。いつも黙々とついてますから、今日はおしゃべりしながらついていきます。楽しい動画になっていくのか苦しい動画になっていくのか、これはもうやってみないと分かりません。この配置からですと9番から1回真ん中このエリアに戻したいという気持ちでついていきます。当たりましたけど、まあ予定のところ行きました。この場合8通ってますから8で、まあ、有利なところに持っていきたいというところですけども、まあ多分これ10番に当たります。これでそうですね、6番入れることによって3から真ん中に戻してこれるんで、またどれか保険があると思います。はい、5番、10番、3番がありますが、まあこの7番この辺がこう入り組んでますので、ちょっと10番から真ん中に戻していきたいと思います。はい、いい感じにどこに来ました。これで7番やっつけちゃうか、1番ですね、1番やっつけといた方が邪魔なものがクリアされます。はい、これで私はいつもこの真ん中のどっちかは最後に残しておきます。なぜかというと、6個の穴に狙える玉なので、最後に必ずこの玉かどっちか残しておきますね。これは2番いけるんで、緩くていけるんでね、これで振りがあるので、右横に走っていけばいいだけですから、ちょっと引きです。思ったより行き過ぎました。ちょっと辛いですが、行ってここに戻してきます。はい、これで、手玉が多少前に行けば7番楽に取れるということですね。はい、無事ストライクです。このまま順調に行ってくれればいいんですが、どっかでトラブルに巻き込まれるかもしれません。まあ、ボーラードをやってるといつかの手詰まりになった時に大回しが必要だったり、直引きの結構きついのを引いたりいろいろ出てきます。そういう対応能力を問われるのがボーラードなので、だからプロテストに使われてるんだと思います。2フレーム目のブレークはまあ順調に真ん中に当たりました。ここが気持ち悪いとこです。まあ、8番があるので3から真ん中に戻ってきます。一応これ3番ギリギリありそうなんですが、無理しません。ここでは
とりあえず10番入れて2番狙いか5番狙い。はい、ここで3番は通りましたので3番やっつけときます。薄いのでここに戻ってくると思いますから、普通に植えついて入れることだけ考えます。はい、まあ普通に来ましたがちょっと突きづらになりました。この突きづらをついても出がないのでこれはピンチです。突きやすい場所はこの場所ですから2番サイドまたは1番サイドというところでいきます。この場合1番サイドの方がまたここのエリアに出やすいので1番サイドからいきます。はい、いいとこに来ました。7番ですね。あ、5番もあるかな。あ、5番もありますね。5番があるんなら、ちょっと引いて4番狙いの方が楽だと思います。はい、まっすぐのとこに来ましたので少し引いてまた真ん中まで来ておきましょう。はい、これで9番を取って背玉向こうに行くと6番取って2番につながってくると思います。ちょっと羽が弱いですね。これ辛いですけど、まあやるしかないんで。跳ねすぎました。あら、これ跳ねすぎ、ここで良かったんですけどね。きつい球が残りました。まあ、カットでいきます。あ、ギリギリいきました。なんとか。いつもやってるともうハラハラドキドキで、ボーラードは、心臓によくありません。やるたんびに寿命を縮めてるような気分になってやってます。では3フレーム目のブレイクに入ります。はい、一応いい当たりはしてるんですけどもちょっと意地の悪い球が残ってます。9番があるので、まあ、安全に9番から行って5が見えるとこっていうところですかね。はい、5が普通の振り30度に近いですから1回このエリアに戻ってきましょう。はい、3番見えます。1番見えます。この場合3行っちゃうと奥に入っちゃう可能性があるので手詰まりの予感です。なので1番狙いです。10番も通ってないこれですね。これは8行ってこのエリアに持ってきてどうなるかですね。ラッキーですね、これは。はい、運よく10番が見えてますから10番行きます。
カツカツ2番通ってそうですから2番行きます。これ7番取ります。おうまくいきました。これは7番に振りがつくとこに置きたい。はい、で向こうですね、押しかけて、はい、4番を行って引きでここに当てて戻します。おお残念。この時にこれを入れてあれを残すか、これまだ不安なのでこれを絶対入れる球でこれにいいとこに出すか、それはその方の考え方次第です。私はこれ引きで戻していきたいですね。強い。もうなんとかスペア取れました。危なかったですね。今は何発か出しミスがありましたよね。まあ、通常私は黙々とやって25分から30分で10フレーム終わりますが、今日はちょっと40分ほどかかるかもしれませんね。はい、ブレイクドンピシャです。いい配置ですね。5、3、2、これが理想形です。まあ、これは、まあ、あまり考えなくてもいけそうな、配置なのでトントン進みましょう。これちょっと失敗しましたね。一番狙いでどうしよう。これ中9番の裏通って出していきたいですね。いいとこ来ました。これは、5番か2番どっちか狙えるでしょう。これだと2番ですね。2番で押して向こう行くと9番につながります。これは比較的簡単に行きましたね。はい、次が5フレーム目になります。私はボーラーでやるときにその台の特性みたいなのがあるんで、このボッチを1ミリ前か1ミリ手前かみたいにして散り方をよく探します。その位置によって散り方が変わるのでその辺は結構神経を使ってますね。今気持ちなんか偏りがありましたね。これは一番が安全牌、ということですが、この配置はこちら側から攻める球ですね。この流れはですから、どうしましょうか。一回押して
抜いていきましょう。はい、これでこっち側に来たので、まあ、突破口は見つかります。はい、これで4行くと返していきましょう。まだ3番が見えてないので、5番からいきますか。5番で跳ね返して3番が見えるところ、はい、これで3番が見えたことになりますから、手玉がここら辺に来ればこっち攻めてこれますね。ちょっと弱かったみたいです。これは向こうを攻めるよりもサイド行った方が手玉この辺に残るので、サイド行きます。はい、これで2番が見えました。押してタンクッションで10番が見えるはずです。あ、チョークッションでした、ごめんなさい。チョークッションから10番見えますね。はい、これで、振りがあるので一気にこっち来ちゃいましょう。これはもったいないので、はい、これで、ここに戻ってくれば楽になります。はい、予定通り。はい、これもうまくいきました。はい、次が6フレーム目になります。普段黙々とやってますけども、こうおしゃべりしながら、頭使って解説しようとしますから気持ち疲れますね。まあ楽しいですけどね、これも頑張ってやってみたいと思います。はい、これもブレークは一応ドンピシャで当たってますね。これは、いつも思うやつです。対角線上に球が配置されるので、これ非常に攻めづらい球なんですね。まあ、一応突破口2がありますから、このエリアに来ればこの3つを向こうに攻めるということになります。はい、8番が見えます。ここで6も見えるし5も見えているので、6使ってもう1回このエリアに入ってきたい、まあ、虎穴にいらずんば虎子を得ずみたいなことわざになります。はい、気持ち弱いですけども、このエリアのどこかにいれば何かが見えるはずということで来ました。で、当然4番が見えてきましたし、5番も一応ある、10番もあるということになります。まあ、4番で軽く行っとけば10番5番見えるところがありますので、これで行きましょう。はい、これで10番見えてます、5番見えてますという状況です。で、まあ、5番行ってもまたこれくっついてて邪魔なので、10番先にやっつけた方がエリアが広くなるので10番から行きます。単にぶつけてまた元の、この真ん中に戻ってきたいですね。はい、まあ、ちょっと弱めですが概ねいいです。これで9番が見えますから、これで引き入れて5番、あと8番狙い。はい、これで8番はまっすぐに近くなりました。で、気持ち引いて5番に振りをつくところに置いておきます。はい、これで、この振りですからこのエリアに入ってこれます。
お、これはまずいですね。ちょっと弱かったんですね。しょうがないです。これは3番が一応あるので引いて右の腸にぶつけます。うまくいきました。はい、これでどうしよう。向こうを狙っておきたいので軽くいきましょう。はい、うまくいきました。ちょっと今当たってトラブリーが危なかったですね。はい、次7フレーム目に入ります。まあ特にどうってことはないですが、まあ私が普段どんなことを考えながらやってるんだろうみたいなところが伝わっていただければいいかなと思ってこれを今やってます。はい、これもブレークドンピシャに当たってますがちょっと弱かったのかな。一応9番見えてますからまあ安全です。でこの球2つがちょっと危ない球なんでそこを意識しないといけないですね。でまあ2番の横あたりに入っていったら8番クリアできるはずなんでそのつもりでちょっと押してみました。でこれうまくいって2番にちょうどいいので止めれば8番クリア。はい、ここでそうですね、これでクリアできましたけども同じクリアしたんだけども右に振りが出てますからこっちに抜けてきたらいいですね。はい、ちょっとひねり弱かったです。ピンチ、これはこれはあっちのコーナー入れてもいいんですけども私は嫌いです。これサイド入れてまっすぐ戻ってきてまた真ん中に行きたいんですよ。まあ、これは私ですけどね、私の場合ですよ。はい、これだとまた真ん中で何かかんか保険がかかってきてるはずです。はい、これ5番がありますね。4番もあります。まあ配置的にはこれ5番の方が真ん中に持ってきやすいので、5番いきます。はい、3番あります。7番あります。10番サイドありますが3番が一番安全そうなのでまた真ん中狙いたいです。ちょっとずつ同点違うかな。まあいいでしょう。これで、そうですね、前に少し行くか引くか、これ引いて10番狙いに行きます。はい、うまくいきましたね。これはこれでストップで7番にストップになるところということで、あとはちょっと前行けば4番がサイド。はい、うまくいきました。ちょっときつかったですね途中。はい、次8フレーム目に入ります。結構録音しながらなので、しくったらどうしようっていうプレッシャーが結構ありますね。
まあ頑張ります。はい、8フレーム目かな。1,2,3,4,5,6,7 8フレーム目ですね。はい、これもブレークはまあまあですね。ここでこの球の処理の仕方がちょっと今考えとかなきゃいけない。まあこれが2いっといて、入れて3狙い4狙い、という形なんですが、はい、これで3で4または8狙えますね。これで一応8狙える。これが面白いところです。押してこっち抜いていけばこれ取れる可能性がありますから、気持ち切り返しですね。はい、抜けました。これでまだきついですけどね、これね、せっかく来たからやっつけちゃいたいです。気持ちきついんですけどやります。なんとか言ってくれました。はい、ここで、9番は一応頭の中にありましたけども、これ6がうまいとこ行ったんで、6から攻めていきます。これで普通に行けば4番に寄っていきます。はい、まあまあの感じで来ました。これは4番で押して跳ね返ってくると、このエリアで5、9が狙えるかなっていうところです。はい、これで一気にこっちまで行って、これ行った方が楽な球になりそうな気がします。はい、うまくいきました。これでちょんと引いて一番見えるというところですか。はい。おお、これは何ですか、これ。もうちょっとこちらと止めて終わったんですけど、これはしょうがないから横走ってこれ狙いですね。はい、うまくいきました。次は9フレーム目になりますね。今カメラの電池が 50% だったので、ちゃんと映ってるかどうか今心配してます。なんとか電池切れる前に終わりたいですね。どうですかね。はい、まだ回ってます。はい、9フレーム目に入りました。あ、ちょっとよじれてましたね、ラックが。これは8狙いでいきますか。で、8で振りをつけたので、真ん中このエリアに戻っていけばいいかなというところです。これは一応6番、9、いやー、きついですね、これ。6番があるかないかです。一応6番があるので、まあ、ある程度救済されてますね、これで。6番が見えるところに行っちゃいましょう。はい、見えました。6番いきます。はい、カツカツ、穴1個分ぐらいしかなかったですね。これは5番が見えてますから、ストップで3か7狙えます。はい、
これは7に振りがあるので手玉こっち走って10狙えますね。うわ、これ引きが全然足りません。これはもうしょうがないんで入れて跳ねて4番狙いというところになりますかね。気持ち跳ねすぎたかなというところです。まあ大丈夫でしょう。これで引きを入れれば2番狙いか9番狙い。はい、いい当たりしてくれました。引き入れて9狙い、はい。これでクッション当たってこっちに行くために左ひねり入れておきます。はい、ナイスですね。これは、はい、3番、いい感じで取れました。はい、10フレームに入ります。まあ思ったより順調すぎるぐらい順調に来てますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 はい、はい、10フレームに入ります。電池が切れないことを祈ります。はい、ブレークは気持ち右に当たっちゃいました。あまり良くないブレークです。これは4から手玉真ん中このエリアに戻して7狙いというところです。はい、これで7いっといてこのエリアに入って9か8狙えるというところかなという球なんですが、まあですね、これで9狙っといて8狙い。はい、これで8狙って2番6番狙えるところに行きましょう。はい、6番で気持ち振りがあるのでちょっと引いて2番狙い。まだ振りがありますから楽ですよ。これで一回向こうに抜けていきましょうかね。まあこれはあれですか、ここに来た方が楽です、ね、弱いですが3段あるので普通に上ついてターンから帰っていきましょう。はい、これも10番入れて長からまっすぐ返していきましょう。来すぎてもどれかあります。まあできれば右ひねってちょっと押さえておきます。危ない、これは危険です。完全にデンジャーゾーンに入りました。危ないですね。今なんとか失敗しました。はい、なんとか行きました。今のは出しミスがきつい球を生んでしまいましたね。あと2つ頑張りましょう。さっきからちょっとラックの突きが良くないみたいですね。もうちょっと慎重にラックやらないといけないかもですね。あと2つです。はい、ブレークはまあまあ当たりましたね、真ん中。これはストップで8狙いでいきますかね。ちょっと流れましたけども、まあ、これ6番が見やすいんで6番いきます。長から帰ってくると3番狙いということになります。
はい、3番まっすぐ出たのでこれで止めてまた8狙いでも10番狙いでもいけます。はい、10行っといて少し前、あ、8行って前に出ていきます。はい、これで9に振りがあるので10に振りをつけましょう。はい、10に振りがありますからこっちに抜けてこれますね。まあ当たりは多少想定はしてました。これで、もう緩く入れて大丈夫です。はい、これで、2番4番は振りがありますからなんとかクリアしていけると思います。これでこっちまで出てきちゃった方がいいんですが、いけるかどうかですね。うん、なんとか来ましたね。はい、これちょうどいい振りなので、どうしましょうかね、これ。あ、これでいきますか。こっちで気持ち真ん中気味かな。あんまり来ないでくださいよ。おおおお来すぎました。あっちしかないです。これは、このスクラッチ形態ですね。結構ほう、ダメでした。危ない。セーフ。9スペ、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、はい、これで終わりました。はい、なんとか、これで、10フレーム完走できました。今採点してみたいと思います。今はとりあえず2個外しでしたね。これで28から入って2048の20だから68の30で98、30で128で30の158で30で188の30で218の29、247の20267、267で終了ですね。なんとか、なんとか頑張って267で終わりました。ありがとうございます。ちょっと見づらいですけども、後でフラッシュ焚いて映しますので。